オーキシンの一種であるサン・インドール・酢酸の構造式オーキシンとは、主に植物の成長を促す作用を持つ植物ホルモンの一群。天然に存在するオーキシンとしては、インドールマイナス3酢酸が最も豊富に存在しており、他にもインドールマイナス3略酸は、トウモロコシなどに含まれている。合成オーキシンとして、ナフタレン酢酸、ナフトキシ酢酸、フェニル酢酸に、 4ジクロロフェノキシサクサン、2 4ゴトリクロロフェノキシサクサンなどがある。同じく植物の成長を促進する植物ホルモンにジベレリンがあるが、オオキシンとは働き方が異なるため、ジベレリンに分類される物質はオオキシンに含まれない。屈光性の研究の際、茎の成長を促進する物質の存在がウェントによって示唆され、ケーグルラによって構造が インドールマイナス三削三であると決定された。最初に発見された植物ホルモンである。オーキシンは主に茎の先端部で作られる。その後植物全体に伝わっていくのだが、その際に特徴的な振る舞いを見せる。まず第一に、オーキシンはほとんど茎に対して垂直方向、つまり基部方向にしか移動しない。これは重力の影響によるものではなく、 たとえ茎が横たわっていても変わらず、基部に向かって移動する。これを極性移動という。このような大きンの方向性を持った移動は、細胞膜に存在する大きン取り込み輸送体と排出輸送体の細胞内極剤によって、決定されると考えられている。大きン排出輸送体としては、ピンタンパク質などが知られている。第二に、大きンは光を避けるように移動する。 これらの性質により、植物の屈光性、屈地性、屈植性が説明できると考えられている。植物が光に向かって屈曲する性質を、性の屈光性という、光屈性とも言うことがある。オオキシンは光を避けるように移動するため、茎に光が当たった時、茎の内部のオ,オキシン濃度に偏りができる。具体的には、茎の光に当たっている。 側の濃度が低く、光に当たっていない側の濃度が高くなる。そのため、光に当たっていない側でのオオキシン濃度が茎の最適濃度に近づき、より成長するようになる。結果的に、その成長の差によって茎が光の方向へ屈曲する。オオキシンが光を避けるように移動する原因には、光によって活性が変化するとある、タンパク質が関わっているとされる。 植物を水平に置いたとき、根が地面に向かって屈曲する性質を、性の靴地性という、重力屈性ということもある。オオキシンは茎や根に対して、水平方向には重力に従って移動するため、植物が水平に置かれたとき、根の内部のオ,オキシン濃度に偏りができる。具体的には、根の上側の濃度が低く、下側の濃度が高くなる。そのため、 下側のオオキシン濃度が根の最適濃度を超え成長が抑制されるようになる。結果的にその成長の差によって根が地面の方向へ屈曲する。オオキシンの水平移動が重力に従う原因は重力を感知しその方向へオオキシンを移動させるような何らかの気候が働いているようであるが関係しているとのことである。 植物の鶴が物に巻きつく性質は、鶴が何かに触れた時にその方向へ屈曲しようとするからである。これを性の屈食性という、接触屈性ということもある。屈食性の気候は、屈光性や屈地性ほど明らかになっていないが、大き心が関わっているのは確かなようである。大き心が持つ性質は、植物の栽培などで有利に働くため、 植物ホルモンの中でも使用されることが多い。上の生理作用の項に挙げた性質は、ほとんどがそのまま農業や園芸などに応用できる。この時、インドール酢酸のような天然オオキシンを抽出して、用いるのは手間がかかるため、ナフタレン酢酸などの合成オオキシンを用いることが多い。植物の組織培養において、サイト解ンとともにカルスの形成、 文化に用いられる。しかし、この仕組みについては、オーキシンがどのように働くか分かっていない。人工的に合成されたに、4D やに、4、5T は除草剤として使われていた。これらの物質は、植物の異常成長を引き起こし、腰に至らしめる。ベトナム戦争の檻には、枯葉剤として使われた。また、菌類の中には植物に寄生して、 キ奇心を生産することにより、異常な成長を引き起こすものがある。植物のインドールマイナス3作産は主に、トリプトファンからインドールマイナス3ピルビン酸を経由して2段階で作られることが白いヌナズナで示されている。また、白いヌナズナでは、インドールマイナス3、アセートアールドキシムからも少しインドールマイナス3作産が合成されている。このか植物では、 インドールマイナス3アセトアミドやトリプタミンなどを経由してインドールマイナス3作酸が合成されている可能性もあるがこれらの生合成中間体を含む経路についてはまだよくわかっていないトリプトファンを経由しないでインドールマイナス3作酸を作る経路も植物で提唱されているがこれを否定する研究報告もありその存在については 今後さらに検証が必要である。インドールマイナス三作酸の受容体は、指基ンタンパク質、リガーゼ SCF 複合体のサブユニットである F、ボックスタンパク質、ティル1である。オーキシンがティル1に結合すると、ティル1は転写抑制タンパク質、オークス、イヤーと結合する。その結果、オークス、イヤーが指基ン化、分解され、 好奇心応答遺伝子の転写が促進される。ありがとうございます。